はい、どうも、こみです。さて、本日はですね、テンプレ配置攻略のね、やっていきたいと思います。で、ちょっと宣伝なんですけどもね、これまで私がやってきた、まあ、そのサザンクロスとか、よく見る配置のテンプレ攻略系の動画、私のですね、プレイングリストに、テンプレ攻略ってことでまとめてありますので、そちらをですね、ぜひまた、ご覧いただきながら、こんなテンプレ攻略ね、こみやってるんだな、というところでね、もしそういう配置にこう、出くわした場合には、思い出してもらえたらな、というふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて、ですね、今日じゃあどんなテンプレ攻略をやっていくかっていうところなんですけども、これですね、結構よく見ますね、この配置。まあ、どこでどういう風に出来上がった配置かっていうのは、まあ、ちょっと説明省きますけども、これですね、結構ね、ライドラで取っていくっていう方法もあるんですけども、私は一番これが安定するかなという風に思ってます。まあ、ちょっとね、気をつけるべきポイントもあって、今日合計3本見てもらいます。一つ目と二つ目は全く同じ、スメをですね、その別のタイミングでやったこの、まあ、再現性の紹介っていうところと、三つ目はですね、まあ、類似の村っていうのを、まあ、私が全て失敗したパターンがあって、なんで失敗しちゃったのかっていう、その失敗の理由のところの解説を、していきたいというふうに思ってますので、お付き合いいただければなということでご覧ください。さてですね、まずこれ、星さんが攻めてくれているのは、突撃艦、ライドラバルーンを使った、この区画の破壊ですね、をしてからのですね、ラバルというところですね。これね、ラバルを普段やんない人でも全然できちゃいます。なので、別にですね、私とか僕ラバル使わないから、これあんま参考になんないなとは思わないでもらいたいなというところがあって、全然ですね、ラバル未経験者でもできる方法です。まあ、なぞればいいんですね、単純にこれを本当に。罠の位置も結構ですね、この配置同じような感じになってるんで、なぞりやすいですね。で、攻略の簡単な流れとしてはですね、ここ、まずドカンと、そのライドラバルーン、突撃艦を使ってこう落としていきますね。そしたら、ラバとバルーンを、こちら側からこうぐるっとこう回していくイメージなんですね。で、こちらからもこう追加していくっていう感じで、最終着地地点をここに持っていくっていう、まあそんなイメージですね。非常にですね、単純です。で、もう今、喋りながらどんどん攻めが始まっちゃっていますけども、このですね、攻め方。この二つ目の動画っていうか、まあそのリプレイで全く同じ形で取っていくので、詳しくはそこで説明をします。まあまずはですね、こんな風に、取るんだよっていうイメージをざっくりこの一本目で、掴んでもらえたらなというふうに思っています。あとはこのまま、大量のですね、ラバーが、バルーンが残っていることに加えてガーゴイルも、ラバーパピーも残ってるんで、まあ時間切れのリスクはもう完全にないですね。しっかりと1分弱ぐらいですかね、時間残して全開という形になります。で、これですね、全く同じ配置ではあるんですけども、まあ、別のタイミングで撮っているので、まあ、それも見てもらえたらというふうに思います。これですね。星さん、もうこれ完全にパターン化されてますね。細かく見ていきましょう、次は。まずはここ、バルーン3体出していきます。3体出していって、このですね、相手のアチャ島までバルーンを進めていきます。これ今回2体になってんのか。まあ、2体でもいいんですかね。本当は3体の方がいいですね。そうするとこのアチャ島がバルーンだけで壊せるんで。で、そこで、この、イーグルとシングルインフェルノの、まあ、中間ら辺ですね。ここに来た時に、突撃艦を弾けさせて、意図的にですね、弾けさせて中から、バルーンと、あとはライトニングドラゴンを出していきます。で、これに対して、クローンの呪文、レイジの呪文をかけて、一気にこの区画を破壊していきますね。で、1本目との違いっていうのは、ちょっとね、この、イーグル砲に、ライドラバルーンが向かいませんでした。なので、リカバリーとしてこれ、バーバリアンキックとアーチャークイーンを出してますね。で、イーグル砲と、ね、このウィザードの塔とか、この区画っていうのは絶対に壊しておかないとダメです。じゃないと、ラバルを回すためのルートがこう出来上がらないのでね、こんな風に。出来上がらないので、絶対に壊しておく必要があるんですね。まあ、今ですね、ちょっとタイミングがずれちゃったんですが、本当はもう少し早めに、突撃艦を弾けさせて、意図的にこれ、クリックしてね、これをクリックして弾けさせる必要があるんですが、まあ、この辺でやるのが良かったですね。ちょっと遅かったっていう感じですね。で、まずはラバルを展開、3次方面からしていきます。そしてそのラバルが、この辺の対空砲に到達したところでさらに追加のラバルを出していく。で、もうこっちは放置でいいですね。あとは、このタウンホール周りに一気にラバとバルーン、あとは、グランドウォーデンを出していきます。で、一斉にこいつらを、
防衛施設に対して向かわせていって、このギガインフェルノの爆破ダメージでバルーンが一気に起こっちゃうので、そこはトームでしっかり回避するというところですね。相手のアーチャークイーンとか、ロイヤルチャンピオンがいますけども、ここは、ガーゴイルと、パピーで処理していきます。で、この攻めを失敗するときの、まあ、よくあるパターンなんですけども、気をつけるべきはですね、まず一つ目。今、ホッシーさんが、ここちょっと残しちゃいましたよね。このサイドカット不十分。これ非常に、ミスるパターンとして大きなポイントです。これですね、うっかり、残したまんまラバルを始めちゃうと、例えばこっちから始めたラバルが、縦にこう分かれちゃったりするんですね。もうこうなったらもう目も当てられないので、必ず、この12時側の区画、ここだけは、ラバルパートを始める前に、突撃艦で壊しておくということが必要ですね。まあ、これが1個目。あともう1個はですね、まあ、これは私がやっちゃった失敗を見てもらったらまあ分かりやすいんですけども、この6時側に、ヒーローがこう固まってるんですね、この配置って。で、この特にアチャクイとロイヤルチャンピオン、これの処理をしっかりとやっておかないと、ラバーハウンドはおろか、バルーンが一気に落とされます。で、これですね、本当に超重要ポイントなんで、よく、気をつけてもらいたいなというふうに思います。で、これをやられなかった場合、どうなっちゃうのっていうのが、まあ、この、僕のですね、痛々しい失敗なんですけども、まあ、こちらをちょっとご覧いただければなというふうに思います。まずですね、でここ3体のバルーンを当てていって、大砲と、あとここアチャ島を壊していきますね。これ確実にこのアチャ島まで壊しておきたいんですね。しっかりこの外周のカットを、まあ、ババキになり、あとは、ガーゴイルでしておきたいんで。で、ここクローンを撃ってからの、レイジで突撃艦をタップして弾けさせます。イーグル砲の、まあ、近くで弾けさせましたね。こうすることによってしっかりと、この12時方面の、施設をライトだとバルーンでカットしていくと。いう形ができますね。で、ちょっと今回ですね、ちょっとこれ変形型になってるんですよね。少しこの辺に隙間があったりするんで、まあ絶対罠があるだろうなということで、まあ、そこにですね、ちょっと、手を加えてバルーンを少し当てて、まあ、罠の回収、あとはテスラの確認と、ラバルパートでこの援軍と与えたくなかったんで、これの釣り出しをちょっとやりました。まあ、ソラユニットで釣れる援軍だけは捨ておこうという感じですね。あとはまあ対空爆弾とかホーミングは今あったんで、まあ、それもバルーンで回収と。で、した上で、どうせヒーローでここカットしていくので、まあ、そのヒーロー部隊でこの援軍処理やっちゃおうかなというふうに思ってやっています。ネクロマンサーが出てきちゃったので、まあ、これですね、まあ、ラバルに対してそんなめちゃくちゃ怖くはないんですけど、まあ、とはいっても、ネクロマンサー対空ダメージを与えてくる、まあ、ユニットですんでね、バルーンが落とされるというかいうことはまあ往々に考えられるんで、まあ、やってたというところですね。でバーバリアンキングがね、こっちのシングルに向かっちゃったのはちょっとまあ不運ですね。不運なんですけども、まあまあ仕方がない。ここはまあ許容できる範囲のまあイレギュラーですね。先にバルーンを当てていって、この対空砲とかシングル相手のターゲットをまずバルーンで取る形を、作ります。まあこれババアがいたんで別に、バルーンを先に投げる必要なかったかもしれないですけどね。で、ラバーハウンドもなるべく無傷でこの対空砲に向かわせつつ、こんな形でバルーン出しを、さらにこの、8時側、7時側の方に当てていくという形ですね。上から回ってきたこのバルーン出しが合流しそうなタイミングで一気に追加のラバとバルーン、さらにグランドウォーデンを出して、ガーゴイルを全部出して一気にトームをかけていきます。ガツンと。まあこの辺のですね、マルチではないわ。ギガインフェルノかの起動っていうのは、まあ、このタイミングでも 50% 方法回るので、あんまり意識して起動させる必要はないですね。バルーンが勝手に行ってくれます。ただ、今ですね、ここちょっと見てほしいのは、ロイヤルチャンピオンがバルーンに対して無双してるんですね。なんでこうなってしまったかっていうと、ちょっとですね、このアタックが、まあ、失敗に終わるというところをちょっと見守ってもらってから、その失敗の要因っていうのをちょっと説明したいというふうに思います。まあ、これはちょっとね、恥ずかしい失敗ではあるんですけどね。まあ、こんな形で失敗しちゃうんですよね。で、これがなぜ起こるのかっていうのをちょっと話をしておきますね。まあ、テンプレを壊せる鉄板戦術とは言ってもミスは起こるのでね、必ず。そういうところは皆さんよく気をつけてもらえたらなと思います。私ももうしたくないんですが。まあ、1個目のポイントは、この12時方面しっかりこれをカットすることですよっていうふうに、まあさっき話しましたね。で、もう1個のミスポイントっていうのはここです。まあ当然火力が集中するんで、このヒーロー処理、あとは援軍処理とかをミスっちゃうと、まあやられちゃうんですよね、バルーンが一斉に。で、私の場合何やっちゃったかっていうと、ですね、ガーゴイルを一気に、おっとすいません、ここから当てたんですね。全部ここから当てたんですよ。
そうすると何が起こるかっていうと、ガーゴイルがこのアーチャークイーンはまあ処理してくれますよね。その後にこのロイちゃんに向かわないんですね。全部この上方面のこのエリクサータンクとか金庫とかに流れちゃったんですよ。そうするとロイヤルチャンピオンを処理できるユニットがいなくなってしまって、結果的にこいつにバルーンを徹底的に撃ち落とされたと、まあ、いうことでした。まあ、もう一回そこを見てもらうのはちょっとめんどくさいと思うんで、飛ばします。まあ、そういう風になっているってことをまず分かってもらった上で、必ずですね、今回の私のケースで言えば、ガーゴイルたちは、なるべく、ここら辺から当てるべきでしたね。そうすることによって、相手のアーチャークイーンとロイヤルチャンピオンっていうのをしっかりとこう潰していけるような位置にガーゴイルを当てていく。まあ、ないしは二手に分けるですね。今20体守っていくっていう、この編成はまあ、テンプレ編成として覚えてもらっていいと思うんですけども、こっちに10体、アーチャークイーン10体、ロイヤルチャンピオンに10体とかいう風に分けて、出すことができれば、まあ、ちゃんとですね、両方の対空防衛を担うヒーローを潰すことができたというふうに言えるかなというふうに思います。まあ、というところですね、この2点はよく注意して、この攻め方をやった方がいいんですが、まあ、そこさえ、注意できてしまえば、まあ、この1本目のですね、星さんが取ったようにかなり綺麗にですね、この村壊すことができます。まあ、ミスする確率も相当少ないと思いますね。まあ、最後にこれもう1回見てですね、まあ、要点をチェックしながら、復習していきましょう。まずは、12時方面からバルーン3体出して、このアーチャーとまでこのバルーン3体でしっかり壊していきます。ホーミングの回収を、意図的に行っていきながら、この、突撃艦がしっかりこのイーグル砲の上まで来るまで、見届けると。そこで、クローン、レイジ、さらに意図的にこの突撃艦を弾けさせて、イーグル砲ないし、あとはこの中央にあったシングルインフェルノタワー、この周辺を一斉にこう削っていきますね。こうすることによって中央がぽっかりとこう開く形になりますので、あとは、ラバーバルーンを回すルートをこんな風に作れたと言っていいでしょうね。あとはそこを回していくだけという格好になるんですけど、もしこの12時側残ってしまった場合には、まあ、ロイヤルチャンピオンとかアーチャークイーンを当てて、絶対にこの部分だけは壊していく必要があるというところはですね、意識してもらえたらという風に思います。で、まあ、ちょっとですね、ここはまあわかんないんですけど、この援軍ですよね、ここを、まあ、星さんはもうラバルパートで一緒に処理していくような形を取ってますけども、私は怖いんで、まあ、ヒーローパートでこう、釣り出してから、処理するっていう風な方法を取るんですが、まあ、そこはちょっとですね、無視してラバルパートに突っ込まっちゃってもいいのかもしれないですね。バルーンを先出ししてシングルインフェルノのターゲットを取ってから、ラバーを出していきます。そうすることによってラバーハウンドがなるべくダメージを受けずに対空砲まで到達するという格好を作りますね。あとは一斉に3時、4時、5時方面からバルーンとラバーハウンドを追加で出していって、このインフェルノタワーのところではしっかりトーンを当てていくということですね。破壊率はもう 50% 超えるので、ギガインフェルノの起動はまあ考えなくていいです。で、ガーゴイルも追加で出していって、こいつを使って相手の、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオンをしっかり処理していくと。ここまでできてくればもうバルーンを倒せるユニット、防衛施設っていうのはほとんどいなくなるので、こんな感じで無双できますね。ロイヤルチャンピオンを使って、この部分のカットっていうのをできなかった場合サポートしてもいいんですけども、まあ、これがもしも、クリアできてしまっている場合にはロイヤルチャンピオンはこっちバルーンの終着点に当てるっていう手もあります。まあ、そうすることによってバルーンの終着点にある対空砲だったり、まあ、インフェルノタワーをロイヤルチャンピオンで折るないしは削っていく、ということができるので、まあ、時短につながることだけではなくて、バルーン対数が何らかの事故で減ってしまっても、最後まで回し切ることができるという使い方がベターですね。間違ってもこれを、ロイヤルチャンピオンが余ってるからといってこのギガインフェルノの方に当てていってしまうと、おそらく失敗につながります。例えば防衛軍を下手に陸ユニットで吸っちゃって、手痛いダメージを受けてしまうとか、まあ、そういうケースが往々にしてありますんでね。ラバーハウンド釣っちゃうないしは、アイスゴーレム釣っちゃうとかいうのが起こるとね、まあ、事故の原因なんで、なるべくなら、ソラユニットだけでこの、クラの城を壊しきるような形を作るには、今言ったようなヒーローの付け方をするのがベターかなというふうに思います。は
はい、というところでですね、本日はテンプレ、攻略度をやっていきました。またね、冒頭にも言いましたけども、私のプレイリストの方に、テンプレ攻略の動画まとめて置いてありますんでね、そちらもぜひご覧いただきながら、同じ配信見かけた場合にはまたねこの動画参考にしながらやってもらえたら、ストレスなく全開は取れるのかなというふうに思います。ご参考になれば幸いです。というところで本日終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そしてご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。